YouTube のジュニアチャンネルにて、ハイハイジェッツが2週連続でライブパフォーマンス動画を投稿した。今回公開されたのは今年3月から5月にかけて全国5都市を回ったアリーナツアー、ハイハイジェッツアリーナツアー2024ビンゴで披露されたグループの新曲、トゥデート高橋優斗、橋本良、佐久間竜斗のオリジナルユニット曲ミセスフラミンゴの2曲だ。写真、ハイハイジェッツ 単独ツアーを飾ったド派手なステージ5月17日の愛知公演でツアーは終了したが、その熱が冷めやらぬ26日に投稿されたのが、Today、トゥデ y ステージのモニターに大きく、ニューソングという文字が映し出され、ライブの本編の締めくくりとしてミツルを辞して披露されたオリジナル楽曲だ。炎が燃え盛る中でローラーシューズを履いたまま力強く踊る5人。 今この瞬間を生きている不確かな未来を変えていく、とこれからの覚悟を歌ったアンセムのような曲で、激しい先行とそれよりもさらに強い5人の眼差しが鋭く光る。ラスサビでは重低音が鳴り響く広い会場をローラーシューズで縦横無尽に駆け抜け、ハイハイジェッツならではのライブの魅力が存分に詰まった動画だった。一方、 翌週6月2日に投稿されたのは高橋と橋本と佐久間の3人が演出にこだわったというユニット曲ミセス・フラミンゴ。2匹が向き合うとハート型に見えることから幸福や恋愛の象徴とも呼ばれているフラミンゴをテーマに愛情を情熱的に歌うこの曲。彼らは大きな羽のついたフラミンゴの着ぐるみ衣装に身を包んで登場し、特徴的な振り付けがあったり、セリフパートがあったり、 終盤にはフラミンゴがヒナを育てる際に与えるフラミンゴミルクに例えたイチゴミルクを高橋が作間に哺乳瓶で飲ませたりと想像の斜め上を行く演出で次々にファンを楽しませていく。楽曲自体のクオリティの高さを忘れてしまうほどに面白さに振り切った内容を真面目に全力でやり抜くというアイドルファンの間でいわゆるトンチキソングと呼ばれるような一曲だ。 これまでのパフォーマンスでは面白さを重視することはあまりなかった印象のハイハイジェッツだが彼らのオリジナル曲に新たな色が加えられた。